13、14世紀にかけてのイタリアの詩人で、まあ、政治家である、まあ、ダンテ・アリギエリの代表作である新曲をダンテ自身に千葉一馬さんが成り代わって現代の地獄、煉獄、天国を巡り歩いていくというテーマで制作したというのが今回の大きなコンセプトになります。自分自身が、まあ、この、まあ、現代の社会に生活して生きていて生きづらさっていうのをなんとなく自分の中では常に感じていて、まあいろいろな紛争や戦争っていうのもたくさんあって、まあ、日本で普通に生活していても事件事故、まあ、人殺しであるとか恐ろしい事件も起きるようになってきて、2011年には、まあ、福島第一原発が爆発して、それによって出た放射能によって水質汚染というんでしょうかね、海洋汚染みたいなものも起こったり、森や土などにも影響を与えたり、本当にもう生きていてとてもその恐ろしさも感じるような社会になりつつあって、だけどなんか、まあ、日本人だけではないのかもしれないが、特に日本人の人たちはそれをその原発の問題に関しても忘れようみたいな、忘れてしまって蓋をして楽しく生きていけばいいみたいな、なんかそういう風潮もすごく感じますし、私自身はそういうことを感じてるけど、他人の方たちはどう感じてるのかなっていうところを、まあ、少し問うてみたいっていうか、そういうところをこの作品を通してやれれば自分自身も少し息苦しさから少し解放されるんじゃないかなっていうところで作ったりしてるっていう今回の作品かなというふうに思います。まあ、基本的に私はそのデビルマンがすごい小さい時から好きで、デビルマンっていうものの原点は何だったのかっていうのを、まあ、調べてみたりするとダンテ新曲から影響を受けてこう作られてきてるんだなっていうのを、まあ、知った時に新曲を使ってやってみたいなっていうのもありましたし、歌舞伎みたいなものであってもクラシック音楽みたいなものであっても同じ曲であったり同じ物語であっても演じる人が違ったり指揮者が違ったりすると全く違うものになっていくっていうことを考えていった時に、まあ、そういう舞台を利用させてもらってそこに乗っかって表現していったらいろんな人に伝わっていくんじゃないかな、いろんな人にこう問いかけてみることができるんじゃないかなっていうふうに考えたので、それでダンテの新曲を使って制作してみようかなというふうに考えました。ニュースや新聞、まあ、いろいろですね、それからあとテレビですよ、そういうのもあるしインターネットもあるだろうけども、まあ、そういう身の回りのいろんなものを見たり聞いたりしている中でやっぱり自分が一番引っかかるところ、この時代のものとしては一番重要なものじゃないかっていうものとか、そういうものを必ず会った時は資料を手に入れておいたりして、でその中で気になるものを書いていくっていう、誰か政治家であったりとか怖がって書かないっていうことをやっていたらやっている意味がなくなってしまうので、それはやっぱり気になるものがあればそこにはもう何があろうとやっぱり大事なところをできるだけしっかりと書き込んでいくようにとか作り込んでいくようにしています。天国っていうのは私にとってはただいいことをしてとか何か死んだら安心した場所に行けるとかっていうものではなくて、目に見えない宇宙の真理みたいなものがまさに天国じゃないかなっていうふうに感じていて、それは考えであったりとか考えることを考えるみたいな、深めてどんどん行くことによって何か大事なものが見えてくるんじゃないかなとか、あまりにも死っていうものに対してなおざりに今の現代人はしていて、死は怖いものとか汚いものみたいな、でも死んでもいないのに死ぬことがなんで怖いんだっていうふうに、むしろ死はすごいいいものかもしれないし、この今のもしかしたらこのここは修行の場で今度次の段階を踏んでそこの世界に行くんじゃないかっていう、その宇宙の真理みたいなものを最終的にこの絵で本当は描いてみたくて、
立体は基本的に私はその物にしたくないっていうか、硬い置物にしたくもないし、かといってすごい柔らかいグダグニャグニャのものにしたいわけでもない。その間を行くことによって、その作ったものの周りの何か空気をなんか表現したいなって常に思って、こういう粘土作品みたいなものは作っています。どうしても何か表現していないと多分生きていけないっていうか、耐えて生きていくことができないだと思うので、20年ぐらい続いてきたっていうことかなというふうには思います。